さあ、というわけで今回はディアブロスさんということで、あ、失礼しました、間違えました、山田孝之さんでしたね。今回は孝之と戦っていこうかなというふうに思うんですけど、あのですね、先日コメントでもうちょっとついてもエンドちゃうかっていう、そういうコメントを見受けられたので、今回はね、突き重視でいきたいなというふうに思います。こうやってガンシャンドワンってしてって、で食らっていくっていうね、そういうね、うん、そういうスタイルでいこうかなというふうに思います。うん、突きをもうちょっとね、やっぱこの地味やから、なんかやっぱあんまり強くないんちゃうかなっていう、そういう錯覚をしてるんですよね、僕。はい、痛い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 。で、XA 切り上げ、月、月みたいな、こういうことっしょ？これが強いの？ああ、ガンランス初めて、もう2ヶ月ぐらい経つんですけどね、未だにそういうのに気づいていないというね。まあでも強いんやったら使っていくしかないよな。まあ、流撃砲はあんなただの見せ物やから、うん。もう弱いっていうのはもう重々承知やから、ね。ここぞという時に、まあ、打つっていうぐらいなんですけど。おい。で、とりあえず赤で、これで 1.25 倍にする。俺、来いや、おい。おい、じゃあ、もう、はい、逃げて、はい、逃げた、はい、逃げた。いった、俺、お前。おい。あら、ちょっと待って。今、遊んどってんて。なあ、ちょっと、邪魔してくんなよ、マジで。めっちゃ食らってるし、おい。バリ食らってるやん。何、ふざけんなよ、お前、ちょっと。やだちょっと待って、やばくね、やばくね、ちょっと待って。絶対回避使う忘れてるわ。おるら、お前、勝ったいおしゃしゃい危ないよ、お前。ちょ、落ち着いて、はいはいはい、んで、好き。おい、あ、切り上げ強いん、切り上げ強いねんな、確か。はい。おい、痛い。はい、危ない。よし。こういう時はやるよ、ちゃんと。フルバーストね。はい、いい。で、絶対回避をすると、完璧。そんな神も進化するときが、あ、確かに、すぐひるんだ。え、強いんか、もしかして。はい。うまい。お、ナイス、先生ち。おら。で、絶対回避する。いや、完璧じゃねえ。バリ強いや、ちょっと待って。あー、やばい、時間の無駄。で、なんだこれ。硬すぎ、キモすぎ。で、リロードして、わ、最悪や、何もできんかった。まあ、今。毒いけた。毒入ったから、それだけでもいいわ。で、ブチギレファンタスティックする。オーケー。なんか息黒いで。臭い。よっしゃ、オッケー。で、脳筋のように機関車トーマス山田孝之してくる。はい。1、2。そうやな、回心も出てくるもん。あー、やばい。ちょ、攻撃力高っ。お前、マジで。マジで言ってる。危なくないっすか？おしゃれ。はい、やるれ。しゃ。うれ。はい、きゃー。ほんで、おな、砂破壊するか。はい。あ、じゃ、遅かったか。よっしゃ、危ない。さあ、危ない。死にかけ。あら、あー、今の絶対回避や。今のさすがに絶対回避や。今のはミスった。プレイングミス。よっしゃ、オッケー。たまらずどっか行くね。よし。向こう側から来てくれるのはちょっとあれが行き過ぎやけどな、ちょっとな。うん。それ、車線オーバーし、あ、もしかしてその動きはお腹空いてるね、ディアちゃん。はい、ストライク。遅い、もうちょっとこっち来いよ。なあ、追いかけてくる。よーし、こっちのターンや。ずっと俺のターン。はい、ふるれ、ウェー。月、あ、なるほどな。よっしゃ、明らかに月で、ベッドインさせる頻度が上がってるような気がする。おい。おい、いいね。これはどっか行くパターンかな。だよね。あ、違う、危ない。よし。おい。危ない。くぅ、危ない。きょうほう。おい。切り上げ。月。切り上げ。からね、ジャストガード。はい、切り上げ。はい、月。危ない。うわ、後ろ向きは無理や。わからん。それは無理や。来た、これはありがとう。いい薬です。回心も乗ってる。おらで、さすがに怒る。で、ありゃ。大丈夫や。これ、いける。はい、角破壊。よっしゃ、オッケー。痛そう。よいしょ、よっしゃ。オッケー、一発入って。はい、ガードする。お、いいよ、こういい。めっちゃいいところおるやん。おい、あいたい。くっそ、なんでそんなシップルごときにやられなあかんねん。で、大方向。これは上原愛さんにも負けない大方向だな。はい。で、絶対回避する。
もっかいでついてくる。俺はもうあれやな、ただの自己満やな。あんまり意味がない。で、これは意味があります。よっしゃ、はい、しゃ、で、切り上げ、お、あ、ちょっと待って、強くない？はい、はい、でしたよ、あら、これは決める。あー、お、マジか。マジか。あんまり攻撃してる感覚ないけど、意外と弱ってるのね。マジか。マジかしか出てけへんわ。ふえー。うわ、最悪や。寝込み襲えるっていうのに、準備が整ってない。ああ、流撃砲もでけんし、黄色ゲージやし、ホテル来たのに、ゴム忘れたみたいな、そんなことなって思ってるわ。まあ、要は、切り上げからの、はい、月。切り上げ、これ、どれが、どのコンボが一番強い？切り上げ、月。で、あー、なんか、よくわからんけど、なんかフルバースじゃないよ。流撃砲撃っとったわ。ほんで、ちょっと待ってよ。で、月、切り上げ、で、叩きつけになるんか。切り上げ、月、悪空間、ちょっと待ってよ、なんか練習タイムなみたいになってる。月、どれ、ん？切り上げ、月、切り上げ、月、あ、な、これいいやん、今のいいやん。切り上げ、月、叩きつけ。はい、切り上げ、はい、月、はい、じゃあもう やらせてや、全部。でも、ゲージ、貯められへんねんな、これ。よっしゃ。そやな、フルバーストも打っていかないとな。ってなると、竜の息吹も強いんか。はい、はい。で、これ、やって、終わり！よっしゃー、オッケー。え、マジか、ちょっと。なんか考え変わるな、これ。はい、というわけでね、16分2秒ということで、セフレギオスよりも簡単に討伐することができました。なので、月っていうのは、現実でするのもいいし、ゲームの中でするのもいいっていうね、そういう気づけた回になりました。それではご視聴ありがとうございました。